本当に2017 4月道玄坂カフェ日本酒オフ会1本目、うん、モニターがついてないです。これなんだ、これなんだ、なんですか。ご入れしましょう。いただきます。オン、今回しましょうか。はい、ありがとうございます。あ、冬っぽい匂いがする。それっぽいワンって書いてオン。いただきます。うん、これはアルコール 17% 日本酒度プラス9酸度 2.7 アミノ酸度 2.7、精米部合 90% 山田錦。これは、全く甘くないですね。お、そう、うん、そこは飲んでねえんだよ。なんか濃い、なんか、はい、辛い、キリッとしてるとかじゃなくて辛口じゃないんだけど、なんていうの、甘くない全然。香りはお酒飲みだね。はい、あー辛いわ。オンとは若林酒造のお守りの文字です。独学で取り組んだ木本と70数年ぶりに復活した木桶仕込みの成功を願って命名しました。おかんにすると味に幅が出てきます。ごつい酒質。室賀生。なんか検索してみようかな。検索する？初めて見ましたね、これ。うん、うちも初めて入れました。おー、回春？え、回春？なんだこれ、ソフトウェアアップデートって。え、なに？なに？え、夜間にインス…え、なに？え、な…夜間にインストールするにはパスコードを入力してくださいって後でって言ったのに、なんでそんなの入れないといけないの。回春？あ、これなんか違う、やばい、やばい回春が出てくる。開ける。春。オン。オン、オンで変換できるのかな。おう、出ないな、やっぱワンと違うのか。あ、違うな。え、オン、ひらがなオンでいける。室賀生。うん、あ、出た。表記事故に。あ、変換できないから、なんか、いい当てって書いてある。人弁をいいにして。すごい。精米場合 90% と超低精白、肝と木桶で仕込む室賀生原酒。酸味や渋みや米の味わいが多彩に広がる。重厚で複雑な味わいです。って感じ。島根？あ、島根のお酒なんですね。これは辛い。酵母
無添加の手元仕込み、ほぼ無添加。40年以上前に使用していた昔ながらの木桶で仕込んであります。使用前は温泉つまちさんの山田錦を 90% の精米で使っています。木桶で発酵させている間すべて自然任せの独特のお酒、じゅわっと広がる酸と奥深い米のうまみが一気に広がりスーッと切れていきます。室川生原酒になります。生原酒ならではの力強い米の幅のある旨味と酸味が口中に広がります。ごつい味わいのマニアックなお酒です。確かにごつい。酵母を入れてないんですって。酵母を入れてない お酒って初めてかも。なんか喋れって感じだ。いただきます。うずらもらったのでいただきます。今日はアビコさんがライブみたいで、食べ物はパイさんなのかな。食べ物はパイさんの、あ、白米会が今日は実施されております。白米会なんですね。なのでみんなが白米を食べるお声やります。あ、そうなんですね。それの、おかずやなんと。なるほど。え、参加できるんですか。大丈夫。あ、え、2人参加できます。大丈夫。はい。あれはもう、あ、ハンバーグはなかったらなしで大丈夫です。じゃあ2人入るんですか。はい、お願いします。ダイエット中なんですけどね、宝くん。宝くんダイエット中だからあんま白米くん。少しずつ食べればいい。美味しさを味わえばいい。あとで米持ってきます。 OK、はい、とりあえず俺なあんたなんか告知あるの。告知あるんですよね。あるの。でもあの精神状態が良くなすぎて今のところもう1ヶ月ぐらい休んでて、これ初だったんで。だって誰か出るなら出ないつもりでいましたもん。最悪やすいません。一昨日も休んで、5月21日に池袋の中華料理屋さんでライブがあります。食べ放題でいくらだったっけな。3500円とかだったかな確か。違うか。ちょっと告知します。あとスマイルスパーク、はい、中野芸能小劇場で4月16日に歌わせていただきます。そう、コントやるって言ってたのにそれが出演できなかったからまたコントは5月にやらせていただきます。あ、お願いします。わかりました、はい、じゃあ好き度数を言ってもらおうかな。お願いします。せーの、ポン2、はい、辛口だもんな。いやもうちょっと辛いですね。なるほど、はい、でもね、日本酒が好きな向こう側におじさんがいるけど、はい、美味しいですか。おじさんはもう、わしゃ好きじゃって両手言ってる。4.5 だ。あの女全然分かってねえ。そうなんだ、そうなんだ。ほんまにそうなんだ。 OK、 わかりました、はい、タイトルコールって終わりしましょう、はい。2017年4月、道玄坂カフェ日本酒オフ会1本目でした。